まもなく本川の本川の。おいしい。うん。まあハルトすげえじゃん。全部飲んだ。マルゲリータうまそうだね。うん。ここのうなぎ屋さん有名なんじゃない？この辺が多分そうなんだけどさ、なんか、なんかもうちょっと腹減ってねえからよ。さっき食べ過ぎたよな。おからドーナツ？あるけどな、全然腹減ってねえからな。全然食いたいと思う。何もいらないんだよ。結構短いね。結構短いな。え、これで終わり？まあそうだろうな。あ、そうなの。いや、なんか点在してんだ、いろんなところに神社とかさ。ここはこれで終わりだろう、多分。スターバックス。スターバックスすごいじゃん、なんか。わあ、すげえな。おしゃれだな、このスターバックス。もういいよ。帰りにしようか。そうだね、今はいいよね。あ、鐘が鳴ってる。ここの鐘、鐘。4時じゃない？わかんない。3時だよ。3時か。もうこれね、有名な鐘なんですよ。食べたいね、ハルトね。ハルトやっぱこれが好きなんだな。ありがとうございます。あ、トトロだ。あ、本当だ。トトロいますね。トトロ知らなくない？ハルト。ハルト、トトロ知らないんだ。そういや、知らないよ。まだ。もうまたバームクーヘンだ。醤油蔵が作るバームクーヘン。気になりますね。入ってみる？もういいよ。醤油のバームクーヘンだ。聞いたことない。これか。
え、これ醤油で作ってるんですか。醤油が入ってます。あ、醤油が入ってるんですか、はい、ちょっと甘じょっぱい感じ。あ、これか、醤油、うん、マンホール、いくらです。1350円。こっちちっちゃいのも、こっちカットもございますし、ホール、じゃあホールとかって多いんじゃないね、わかんないけど。まあ、なんか黒豚もあって、うん、何が入ってる。ここ美味しそうじゃん、ハムとソーセージ。あー、全然腹減ってないけど。あー、抹茶いい匂いだね。抹茶のコーラ。こっちから見た方がなんかあっちの街が、あっちの通りが結構すごいな。これ残念なのがさ、普通に車の通りにしちゃってることだよね。そうだね。ここをさ、車通さないとだいぶ観光地になるのにね。もうちょっと道路を迂回するとか考えなかったのかね。あ、ここなんか寄りたいって言ってたとこじゃない。ほら、芋バームクーヘンとか、うん、はい、500円だって、安いじゃん。パウンドケーキですね。食べ終わった。あ、これか。パウンカとか。いいよ。あ、耳も売ってる。何、好きなの。300円だって。耳だから。そうね、これにしようか。もういいよ。耳。今日風ないからでもいいよな。そうだね、風あったらもうちょっと帰りたくなる、ね。やられるよね、心が。心も体もやられる。わ、なんかあるぞ、お茶だ。なんかこういう通りの方がさ、落ち着いてておしゃれでいいよね。ゆっくりできるし、うん。なんかあの通り車が多いからさ、ちょっと俺はせっかく来たけど、ね、こういう途中からこういう、うん、こういう方がいいんだよね。いいじゃん。パパだよ。このりそな銀行はなんか大正かなんかに建てられた古い建物が有名なの。書いてあるでしょ。これやっぱハルト連れて旅すると大変だね。なんかすればね。ああ。いや、別にハルトだけだったけど、この動画を撮影するのが大変なんですよ。あった？いや、もうダメだ。
よし。よし、はい。フィルターつけてるせいか、やっぱ夜の街の方がなんか雰囲気出んな。撮影した時に。いいよ、はい、まあこれかな、いいやつ、いいよ、いいよ、